アンセラブタタギャタハンナバンナナウキャロミオッケギ書妙法蓮華経華上油盆第七。これより詩もおよそ三本あるわ。これ披露解散権威と明かして三言人を削る中の第三に即世の因縁のあげて披露解散権威して下言の人を消す。華上の例えをもって華をなすがゆえに華上油盆と言うなり、もし神に巡礼せばまさに四段あるべし、光るにただ三時のみありて略して術上なし、また両下もまた樹器の中にいるがゆえに直ちに開いてふたっとなし、第一にこの華上の一本は正衆すくせの因縁のあげて下言の任を消し、第二に後の二本は下言の任に受記す。この本は初めに開いてふたとなし、第一に初めのいつの情報と下とはまず能見をよく見る。能見を探ず、すなわちこれ仏知なり。第二に仏は諸々の比丘に告げたまわく、より因果は正衆すくせの血縁を明かす。非常に接触が不安定ですね。ちょっと危険な気がします。法華経本文妙法蓮華経華上油盆第七。仏語上比丘内容が御無量無辺不可思議阿蘇弥陀二次不仏妙大図地所如来大無上縁大無上縁寺明如俗禅寺世間無常寺上五常部天人四部世尊五国妙光上光妙内蔵書弥陀秘仏滅土以来人大愚音陰如三千大千世界諸宇治主化身右人前陰目画王徒戦国道内芸天内女未人不可戦国道部天天人事主目王女と異運和勢将
ごぐどにゃぐさんしにゃぐさんしでしのどぐへんざいちんおしゅふおちゃせそんしょうびくぜにんしょうぎょうごぐどにゃぐてんうてんじんまちじんいじんいこひむつめつどいないむかぜしむりょうむえんやぐせんまんのぐあそぎこがいにょうないじげんにぎごがんびくおんゆにょこんにち。国訳化粧油本第七。仏諸々の比丘に告げたまわく内容過去無量無変不可思議阿僧行その時に仏マシマシキ大通知書如来王具小変地妙行俗善税世間下無常寺常語常具天人師仏世尊と名付けたて祀る。その国をば皇城と名付け、皇をば大僧と名付けき、諸々の比丘、かの仏の滅度、下もうてより、この方、甚だ大いに苦恩なり。例えば、大千大、もとい、三千大千世界のあらゆるの自主を、たとえ人あって、すりてもって住みとなし東方千の国土を過ぎてすなわち一点をくださん大きさみじんのごとしまた千の国土を過ぎてまた一点をくださん格のごとく天伝して自主の住みを尽くさんがごとき何だちが心に置いていかんこのもろもろの国土はもしは三子もしは三子の弟子よく偏在を得てその数を知らんやいなや。いななり世尊。もろもろの比丘、この人の降るところの国土の、もしは転ぜると転ぜざるとをことごとく増して塵となして、一陣を一行と千に、かの仏の滅度したもうてよりこの方、またこの数に過ぎたること、無量無変、千百万の句阿僧祇行なり、我如来の自見力をもってのゆえに、かの空音を見ること、なお今日のごとし。本文は訳第七章前世の因縁昔々僧たちよ数えることも考えることも推測することもできないほどに遠い甲の昔にいやそれよりもはるか以前にマッハーアビジュニア、ジュニアーナ、アビブ。
という、偉大な直感と知恵によって最高のものという完全に悟りに到達した阿羅漢である如来がこの世に現れた。この如来はマハルーパ、すなわち偉大な姿という項にサンババア、すなわち聖誕という世界において完全な学識と優れた諸行を備え、この上ない幸いに到達して、最もよく世間を知り、人間の調教師であり、神々と人間の教師であり、仏であり、世尊であった。僧たちよ、この如来がどのくらい遠い昔に現れたのであろうか。例えてみると、ある人がこの大宇宙における大地のすべてをすりつぶして粉としたであろう、粉としたとしよう。そこでその人がこの世界から非常に微細な一粒子を取り、東方に向かって幾千の世界を越えて行き、その微粒子を捨てるとしよう。さらにまたこの人が第二の微粒子を取って再び幾千の世界を越えて行き、その微粒子を捨てるとしよう。このようにしてこの人が東方に第一の微粒子を残らず捨てるとしよう。そこで僧たちよ、お前たちはどのように考えるか。これらの多くの微粒子の最後のものがいくつ目になるか計算することができるであろうか。彼らが、世尊よ、絶対にできません、それは絶対に不可能ですと言うと、世尊が語った。しかし僧たちよ、ある数学者の大先生ならば、それらの微粒子、微細な粒子を投げ捨てたにせよ、投げ捨てなかったにせよ、計算によってこれらの多くの粒子の数の数を最後まで計算し尽くすことができよう。だが一個の幾千万倍の幾百万倍、あるいは幾十万倍という極限には、単に算数の応用だけでは到達することができない。かのマハアビジュニャジニャーナアビブ、すなわち偉大な直感と知恵によって最高のものという如来が入滅して以来、どのくらい功が経過したのか、その時間はこのように考えることも推測することもできない。しかし僧たちよ、かの如来がどのように遠い昔に入滅したにせよ、私は如来の知恵を示す力を備えているので、かの如来が今日か昨日に入滅したのかのように思い出すことができるのだ。辞書本文。上号の中に二ったりて、第一にまず初見の出だし、第二に我如来の自見力をもって、より下は正衆の見の出だす、すなわち見るべし。今日本文。にじせそんよくじゅうせんしんげにせつげんごんがねんかこせむりょうむへんこうぶつりょうぞくぞんみょうないつじしょにょうにんいりきまさんぜんない
髄もぐがお戦国道内芸一人年女勢天年天人師小人もぐ女勢小国道天女宇天道武人町人一人一子よ師匠未人十五五五風非仏滅道来女勢無量光如来無限地非仏滅道二正門菩薩如見本滅土正彌空土地無地上彌妙無老無生月夏無量光国訳、その時に世尊重ねてこの義を述べんと応して下を説いての玉は空我過去世の無量無変合を思うに仏量即尊今しき大通知章と名付けたてまつるもし人の力をもって三千大戦の道ましてこの諸々の慈悲を尽くして皆ことごとく持って住みとなして千の国土を過ぎてすなわち一の人天を下し格のごとく天殿し天してこの諸々の塵の墨を尽くさん格のごとき諸々の国土の天ゼルと天ゼザル等をまたことごとく増して塵となして一人を一行となさんこの諸々の微塵の数よりもその功はまたこれに過ぎん他の仏の滅度したもうてよりこの方格のごとく無量光なり如来の無下地他の仏の滅度および正門菩薩を知ること今の滅度を知るがごとし諸々の御句まさに知るべし仏知は清くして微妙に無露無諸下にして無量光を通達す本文を訳その時世尊は次の指示を唱えた幾千万光の昔に現れた仏を私は思い出すその当時最高の仏であり偉大な仙人であった、偉大な聖仙であったアビジュニャージニャーナアビブニョライすなわち偉大な直感と知恵によって最高のものである如来をあたかも三千世界の中である人が一つの世界を砕いて微細な塵としその微粒子を一つずつ取っては幾千の国土を越えて捨てるとしようこのように第二第三の微粒子も捨てすべての微細な塵がなくなってしまいこの世界が空となり、そしてすべての人愛が尽きるまで捨てるとしよう。これらの世界に幾幕の微塵があるか、その数は知られない。それを残らず微塵とした数を過ぎ去った光の数に例えるのだ。かの仏が入滅して以来、
幾千万光が経ったか計り知られない。捨てられた微粒子の数でもその光の数を表すことはできない。過ぎ去った光はそれほどに多いのだ。かの仏がどのように遠い昔に入滅したにせよ、かの弟子たちや彼に指導された愚法者たちのすべてを、あたかも今日か昨日のように私は思い出す。如来たちの知恵はこのようなものだ。僧たちよ、如来の知恵はこのように際限がないのだ。私は正確で汚れのない記憶により幾百万の昔のことを悟ったのだ。法華義諸本文第二の下樹において七行の下はまた分かってふたっとなし、第一に初めの五行の下は紙の書剣の樹脂、如来の無下地より異下、二行の下は紙の能剣を樹す、また見るべし。法華経本文仏の書
さんもない。仏もろもろの比丘に告げたまわく大通知小仏は命540万のくなゆたこうなり、その仏元道場に座して馬群を橋を割って穴くたら303菩提を枝棒に難々とするに、しかも諸仏の方現在前せず、格のごとく一将校ないし一将校結果不座して信心能じたまわず、しかも諸仏の方なお在前せず、その時に通りの書店先よりかの仏のために菩提樹の下において獅子の座をしけり、高さ一遊順なり、仏この座においてまさにあのくたら303菩提を得たもうべしと、初めてこの座に座したもうとき、もろもろの梵天を、もろもろの天下を降らすこと、表ごとに百余順なり、岩場式風、時に来たりて、しぼめる花を吹き去って、さらに新しきものを降らす。格のごとく絶えず十将校を見てて、仏を供養したてまつる。内し滅度まで、常にこの家を降らしき、四王の書店、仏を供養したてまつらんがために常に天空を打つ。その世の書店、天の義学をなすこと、実証校を満ず。滅度に至るまでまたまた格のごとし。もろもろの比丘、大通知小仏、実証校を過ぎて、諸仏の方、今し現在前して、あのくたら303菩提を常時たまいき、文文は訳、時に僧たちを完全に悟りに到達して、世の尊敬を受けるに値するマッハアビジュニャジニャーナアビブ、すなわち偉大な直感と知恵によって最高の如来は、寿命の長さは実に5兆4000万億光であった。この尊い如来は最高の完全な悟りに達する前に悟りの壇上に座っていた時、悪魔の軍勢を粉砕し打ち破ったが、その後で彼は私は完全な悟りに達することができようと考えた。しかしその時には完全な悟りに達することはできなかった。彼は菩提樹の根元の悟りの段に一将校の間座っていた。内二将校の間も座っていたが、その間にも彼はこの上なく完全な悟りに達しなかった。第三将校も第四、第五、第六、第七、第八、第九、第十の将校も、彼は菩提樹の根元の悟りの段にその間一度も立ち上がることなく安座したままで座っていた。心を揺るがすことなく身体を動かし揺るがせることさえもせずに座っていたが、その間彼は完全な悟りには到達しなかった。ところで僧たちを、かの世尊が悟りの壇の頂に座っていた時には、
33点の神々は、かの世尊が座ってこの上なく完全な悟りに到達するようにと、高さ10万ヨージャナの偉大な獅子座を準備した。そしてかの世尊が悟りの壇に座るや否や、ブラフマン、すなわち梵天の眷属である天使たちは、悟りの壇の周り100ヨージャナにわたって興奮し、花の雨をまき散らし、また空中には風を吹かせてしぼんだ花を吹き飛ばした。この花の雨は雨季に雨が降り続くように、かの世尊が悟りの壇に座っていた間絶えることなく十正候を満了するまで降り続き、かの世尊に降り注いだ。このように花の雨は降り続き、かの世尊が完全な悟りに達した時まで降ってかの世尊に降り注いだのだ。四天王に属する天使たちはまた悟りの壇の頂に座っている世尊をたたえて、天上の太鼓を絶えず鳴らし轟かせた。さらにその後で十正候を満了する間、かの座っている世尊のために、かの世尊が偉大な完全な悟りに到達するまで天上の多くの楽器を絶えることなく奏で続けた。そして僧たちを十正候が満了したときに、かの如来はこの上なく完全な悟りに到達した、彼が悟りに到達したことを知った途端に、教えの継承者となったこの仏に16人の嫡出の息子が生まれ、その長子をジュニアーナ・アーカラと言った。待ってくださいよ。なんかここまでちょっと対応してないですね。ちょっとここら辺がうまく対応していないので一旦ここで切りますね。子供がいたのは多分こう出家しない時にっていうふうにこっちは書いてますね。本文和訳だと、教えの継承、悟りに到達してからっていうふうに書いてありますよね。それでは義書本文。仏は諸々の比丘に告げたまわく、より以下は第二に正衆宿世の決縁を明かす。中につきまた上号と下等あり、上号の中にまた二ったりて第一に、初めより前上に十四たもうこと八万四千号なり、に終わるまでは決縁の有を明かし、第二にこの時十六の菩薩舎弥は仏の室にいるより上号を終わるまでは正衆決縁を明かす。いう心は恩号に仏ありて大通知小如来と名付けたり、その仏未だ出家せざりし時十六の功ありて父の出家し修道し成仏せるを見、共に文書に至りて主樹に供養し説法義官と超えり、時に仏すなわちために死体および十二因縁の義を解けり、時に十六の子は法を聞いて保身し、また従えて出家し皆舎弥となりて、また無常の大道を超えり、時に仏すなわちために法華経を解けり、これすなわち名付けて決縁の有となす。仏は経を解き終わりて十六の舎弥は各々皆座に上り、自主のために法華経を復興せり、仏興せりかな。これすなわち正衆決縁を明かすなり、その時の第十六の舎弥は今の我釈迦なり、 時に仏興を聞ける大衆はすなわち今の何時らこれなり、いう心は三乗人は昔よりこの方格のごとき決縁のことあるがゆえに、今また今日消す信ぜざるべからざるなり、いわゆるすくせの因縁を挙げて下根を消するの旨はただこれなり、
第一のケチェの言うに、月またふたったりて第一に始めより、愛民して無旅行に習える方を不縁した前に終わるまでは、十六の王子及び立法の煩悩、法輪を転じたまえと交互を明かし、これすなわちケチェンの煩悠なり。第二に、大通知書如来は十六の煩悩より異下は、恋を受けてために法を説くを明かし、これすなわちケチェンの煩悠なり。第一の展望輪を交う中につき、はじめに開いてふたっとなし、第一に大通知書仏の修道成仏を明かし、第二に仏、その仏未だ出家下回ざりし時より異下は、正衆展望輪を交互を明かす、第一の修道成仏の中につき三つありて、第一に成仏せんとして受下に座し、実行に至るもなお世に現ずざることを明かし、第二に初点中々の供養をなすを明かす、その時より以下これなり。第三に実証校を過ぎて、すなわち成仏する証し、諸々の比丘より以下これなり。法華経本文。ゴムズミシュケジフジュロクシンゴ大一社名和図地釈上師各主主人人安高心文武徳上阿の具たら三脈三宝大会社上人大下無上上も大久に随走し五層天林上用一百大人有用百千万の九人民海無意尿随し道上玄玉神言大通寺少女来具用具妙尊寿三段と伊豆面来俗女部一時一心阿修善を世尊一元純和図大徳世尊一度修行公無量歳に来徳上仏上岸二具足善在勤務上世尊人間無一座自称五神大牛修足上年安吾道吾神妙南伯弥蔵吾三郎苦行用若滅安住無老法本者現世尊安穏成仏道雅道徳善理小行大願に修行上苦の無明無動し不思議苦心道不知苦
上位や増悪主元尊昭天寿寿明入王明養父門仏明根仏徳最上安穏無老我道牛賢人永徳最大理是光阴皆主奇妙無上尊二次十六王子下三無知感情生尊天皇号に元佐世言世尊世菩薩昭安穏蓮民要約昭天人民自由せず下言世王無道理百福寺上音徳無常知恵願に世間せず道など我道入正修常類異運別賢治両徳世知恵若我道徳仏修正役部年世尊知修正人心思少年役知商業道宇治知恵力欲入欲入入宿宿明商業生尊失意地土天無常林国訳その仏未だ出家したまわざりし時に十六の御子あり、その第一王は名を智釈という。諸子おのおの主樹の珍異眼光の具あり、父のあのくたら三脈三菩提を成ずることを得たまえりと聞いて、皆諸珍を捨てて仏所に往敬す。諸も耐久して従ってこれを送る。その祖天輪上王一百の大臣および世の百千万の国の人民と共に皆共に異業して従うて道場に至る。ことごとく大通知書如来に信言して供養苦行尊重三段下手祭覧等をして至り終わって図面に身元往来し、仏を巡り立て祭ることを終わって一心に合掌して世尊を戦後して下をもって受して猛作。大威徳世尊主上を土仙がためのゆえに無料屋祭においてしかも今し成仏することを得たまえり、諸願すでに具足したも全在吉無常なり。世尊は甚だ稀有なり、ひとたび座したもうてより十将校身体および主足常念として軽んじて動じたまわず、その心常に淡泊にしていまだかって散乱あらず、布教して名護を弱滅し室の方に安住したまえり、今世尊の安の国仏道常じたもうを見立てまつりて我ら善利を得勝教して大いに歓喜す。主上は常に苦悩し妄妙にしてどうしなし、苦人の道を知らず下脱を求めることを知らず、常夜に悪事を増し諸々の天寿を現存す。暗きより暗きに入りて名護仏の皆を聞かず、仏今仏最上の安納室の方を得たまえり、
我ら及び天に定めて、最大利を得り、縁。このゆえにことごとく軽視して、無常尊に奇妙仕立てまする。その時に十六王子、下をもって仏を褒め立てまつることを終わって、世尊に法輪を転じたまえと勘定し、ことごとくこの言葉をなさく、世尊法を説きたまわば安穏ならしむるところをおからむ。諸天人民を憐憫し、尿薬したまえ。重ねて下を説いて申さく、世王は通りなし、百福をもって、自ら証言し、無常の知恵を得たまえり、願わくは世間のために説いて、我ら及び諸々の衆生類を度脱し、ために分別し、検事して、この知恵を得せしめたまえ。もし我ら仏を得ば衆生、またまた、しかならん。世尊は衆生の人心の諸念を知り、また諸行の道を知り、また知恵の力を知ろしめせり、欲行及び修復、宿命、諸行の業、世尊はことごとく知ろしめし終わりて、まさに無常輪を転じたもうべし。論文は訳ちょっと対応はしてませんけれども、ちょっとこの辺りから読んでいきます。そして僧たちよ、十正功が満了したときに、かの如来はこの上なく完全な悟りに到達した。彼が悟りに到達したことを知った途端に、教えの継承者となったこの仏に、十六人の嫡出の息子が生まれ、その長子をジュニアーナ・アーカラ、すなわち知恵の鉱脈を持つ者と言った。そしてこれら十六人の王子たちの一人一人に、遊んで楽しく、見た目には美しい、いろいろな玩具が与えられた。ところがこれら十六人の王子たちは、かの如来が完全な悟りに到達したことを知ると、これらのいろいろな楽しい玩具を捨てて、涙を流す母や乳母たちと一緒に、また大王や天輪女王や少女や富豪や多くの大臣および幾千万億という人々に付き添われて、悟りの壇上に座っている如来のもとに赴いた。かの世尊を礼拝し、供養を捧げ賛嘆し、世尊の前に平伏して、世尊の両足を頭にいただいて礼拝した。その後、世尊の周りを右回りに3回回って合掌して、世尊の顔を仰ぎ見て、美しい四樹で世尊を賛嘆した。あなたはこの上なく偉大な意志で、計り知られないほど多くの功の後に悟りに到達された。すべての人間を再度しようとするあなたの優れた願いは満たされた。この十正功の間にあなたはまことに困難なことを成し遂げられた。一つの座に座って、その間身体を全く動かさず、手足やその他の部分も動かさなかった。あなたの心は平静となり、確固としていて揺らぐことなく、また他から動かされなかった。あなたの心は混乱することなく、あなたはことのほか平静に身を処して汚れがなかった。容易に、また安楽に妨げられることなく、最高の悟りに到達されたあなたに祝福あれ。
このようなあなたを見る我々は幸いである。王者の中の獅子よ、まことにありがたいことだ。この不幸な人間はあらゆる苦悩に苛まれ、目を奪われたかのように楽しみが少ない。苦悩を終わらせる方法を知らず、苦悩を免れるために精進もしない。科学は長い間にわたって増大し、天上の衆さえも堕落に身を委ねる。まことこの世においては仏たちの声は聞かれず、このすべての世界は真っ暗な闇である。この世において今日あなたは汚れない最上の地方に到達された。この世界のすべてを知りたもう方よ、我々と世間の人々はあなたの恩寵を受け、あなたの庇護を求める。保護者よ、我々はあなたのもとに近づこう。その時僧たちよ、これら16人の王子たちは幼かったけれども教えの後継者となっていたので、かの尊き如来の顔を仰ぎ見て、美しい紫樹で賛嘆した後、この世尊に懇願した。教えの車輪を回して、世尊は教えを説きたまえ、多くの人々の幸いと安楽のために、世間に哀れみをあったれ、大勢の人々に利益を授け、また神々と人間たちに幸福と安楽を与えるために仏は教えを説きたまえ。その時彼らは次の指示を唱えた。百種の福徳ある吉相を持つ方よ、教えを示したまえ。我らの指導者よ、比類なき偉大な聖人よ、あなたはこの上なく優れた気高く尊い知恵を得られた。神も住むこの世界にそれを教えたまえ。我々とこの世に存在するこれらのものを再度したまえ、如来の知恵を示したまえ。我々もまたこの世に存在するこれらのものをこの最高の悟りに達しうるように、我々すべての人間の諸行も知恵もすべてあなたは知っておられる。また気質も前世で行った福徳も、またその意向も知っていられるのだ。この上なく優れた車輪を回したまえと。義書本文、第二に法輪を天然ことを請う中につき、おのずから二ったりて、第一に十六の王子と等しく請い、第二に仏は諸々の美句に告げたまわくより以下は、十方の煩悩を請う。十六の王子は、ただ大乗の法輪を請う、見るべし。法華経本文、仏能照明内図地上仏徳阿耨多羅三藐三菩提寺六十神道五国中元流
国訳仏諸々の比丘に告げたまわく大通知小仏阿耨多羅三百三菩提を得たまえしとき十方おのおの五百万億の諸仏の世界六種に振動しその国の中元幽冥のところ日月の異光も照らすことあたわざるところしかも皆大いに明らかなりその中の諸情おのおの愛見ることを得てことごとくこのことをなさくこの中いかんぞたちまち衆生を生ぜるやまたその国会の書店の偶伝ないし凡偶まで六種に振動し大光をあまねく照らして世界に遍満し書店の光に勝れり本文は訳僧たちよ、かの尊き如来が完全な悟りに達したときに、十方のそれぞれの方角において、五十千万億の世界が六種に振動し、また大きな光明がそれらの世界を照らし輝かした。種類というのは前後左右上下これらすべての世界の中に金庫に包まれた暗黒の裂け目がありそこでは日月のように偉大な神通力と意向を持つ非常に輝かしいものでも光でもって照らすことはできず色彩でもって色を表すことはできずまた輝きでもって照らし輝かすことができなかったところがその時このような場所にも大きな光明が現れたこれらの裂け目に生まれた者たちはこの時初めてお互いにそれぞれの姿を見てお互いになんだこの世には自分の他にも生まれていた輩がいたのかまことこの世に存在する者は他にも生まれていたんだなとこのように認め合うのだそしてこれらのすべての世界においてブラフマンの世界に至るまでの天上の宮殿楼閣は六種に振動するとともに大きな光明によって照らし輝かされたのであって神々の仁義の意向を持ってもそれを止めることはできなかったこのように僧たちよこれらの世界には大地震が起こり大光明が光り輝いたのである。二章本文
その時大通寺小如来は十方の諸々の梵天王より異下は下知縁の湯の中の第二に大通寺小如来十六の王子及び諸々の煩悩の御意を受けて旅に法輪を説く証し、すなわちこれ下知縁の御湯なり。中につき三つありて、第一にために二条の法輪を説き、第二にその時十六王子はより以下は別して十六王子のために大乗経を説き、第三にこの経を説き終わりて、すなわち上質に入りより以下は大通知小如来は法華を説き終わりて、すなわち上に入りてために愚行の有をなすことを明かす。第一の二条の方を説く中につき、あ、ここじゃないですね、ごめんなさい、ここか、申し訳ない、ここですね。第二の十方の煩悩を請う中につき、また二ったりて、第一に初めより一所定の光に勝れりに終わるまでは、まずもろもろ、恋を発するの言うを明かし、第二にその時東方より言えば、まさしゅう、幸運を言い出す。第一は見るべし、言う心は、六種の振動と大光明を見るによりて、幸運なり。までにしたいと思います。このセルバトターゲタハンダマンダのペロン